はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドルへのテクニカル分析を3分で解説します。まずは結論から申し上げます。冷やしですね。ボリンジャーバンド一目金衡表上昇トレンド進行中、ストーキャスティックスは新たな買いシグナルが点灯しております。はい、冷やしベースではですね、まあトレンド追随でマーケットについていってもいいのかなという感じがしております。続きまして、2時間足ボリンジャーバンドトレンドなし、ニューダル状態。そんな中、ストーキャスティックスは買いシグナルが点灯ということで、まあトレンドがない中の教えた系っていうのはパフォーマンスを発揮しますのでですね、 まあ個人的にはこのストーキャスティックスを信じ,ても信じてもいいのかなと考えております、はい。それではテクニカル分析と本日のサポートレジスタンスラインのか、えー、と解説を行います。 はい、まずですね、こちらボリンジャーバンド、ストキャスティックス、冷やしですね。はい、こちらボリンジャーバンド、かなり強い上昇トレンドの形状をしております。その中、ストキャスティックスなんですけど、はい、ここに来て新たな買いシグナルが点灯しております。はい、続きまして、冷やしの一目均衡表。こちらも綺麗な上昇トレンドの形状をしております。はい、ローソク足もですね、直近の足を見ていただきたいんですけども、下、ひげしがないと。 下髭しかないということは上昇圧力が強いということです。はい。はい、最後ですね。はい、こちら短期トレード用の二次間足。はい、ボリンジャーバンドですね。はい、赤い点線21本移動平均線なんですけども、真横を向いておりまして、まあトレンドがない状態。その中、ローソク足はといいますと、あの、センターライン、シグマライン、ツーシグマラインを上抜けトライ中ということで、かなり、えっ、ー、と、回圧力が強い状態。 はい、オシレーターケーストキャスティックスも、まあ、きれいな買いシグナルが点灯ということですね。はいはい、冷やしと二次関心のテクニカル分析の解説を行ってきましたが、本日のサポートレジスタンスラインはといいますと。 はいまずはですね、サポートラインなんですけども、本日の安値レベル、こちらが122円の37レベルというところですね。はい、続きまして、レジスタンスラインなんですけども、はい、こちらが123円の99、まあ、レベル。これは何かといいますと、8時間足のボリンジャーバンド2シグマラインレベルというところだと、個人的には考えております。はい はい本日の予想レンジということですね、122円の37から123円の99と、ポイントですね、新たな買いシグナルが点灯、買い加速警戒ということで、はい、冷やしベースです、ね、ストーキャスティックスで新たな買いシグナルが出ております、トレンド的にもかなり強いので、ですね、マーケットが上に走る可能性も十分考えられるということで、皆さん、ご注意のほどお願いいたします。すそれではでははね、えー、と本日は以上となります。